お疲れ様です。今日ですね、こちらのペッカメガナイトやっていきます。というわけで、まあ、陸カチカチデッキですね。はい、まあ、ディガーとかバルーンとか、まあ、そういったなんか攻めカードはないんですけども、まあペッカマジアチャ、そしてメガナイトユーノで、まあ、頑張りましょうみたいな、はい、デッキですね。で、まあ、呪文がヤナメズアップと言ったところで、まあ、環境もね、同じようなデッキしかいないんですよね。さあ、X ボーマスター。これはね、偽物っぽいけど、どうなんだろうな。本物の X ボーマスターじゃない気がする。なんとなく。この、なんか、クラン的に。はい。本物だったら、本物だったで。知らんけど。はい。ちゅうわけで、まあ、ペッカメガナイト。まあ、今、この、マイティが流行りに流行ってる中で、ペッカメガナイトが腐らなければいいんですけども、まあ、とりあえずディガーかホッグかなんか来たらね、どっちかで耐えていきたい。さあ、マジで攻め手がね、マジマジアチャ上げするしかないので、どうしようかな。まあ、あとはね、普通にペッカとかメガナイトが入るパターンもありますね。お、もうこれにはね、大きめなやつで受けていこう。さあ、ナイトの小物なので、クロスのパターンも見えてくんな。さあ、クロスパターンあるぞ、これ。まあ、ペッカ対応されてもメガナイトで受けれる。そう考えればもうなんとかなんのか。まあ、一旦これは、まあ、一応射抜くか。射抜いてダメージリードを取ります。はい。で、ここで、ペッカはさよならですよと。まあまあ仕方ないですね。で、当分暇になる。で、クロス来たらまあメガナイトで対応。メガナイトアーチャーかな。そういうのもちょっと大事になってきそうだな。細かな受けとか。うん。さあ、ナイト来る。まあ、ヤナメなのがいいね。なんか、なんでもいい。ペッカメガナイトでも、ペッカユーノでも、メガナイトミニピでもなんでもいいんだけど、なんか形組んだ時の、攻めヤナメがめっちゃ強そう。そしたらね、ペッカかメガナイトかどっちか入ってくれ、みたいな感じでさ、これはちょっと間に合わんかな。アーチャーちょっと脆いんだね。さあ、まあザップ使ってユーの走らせ、あのアチャセパニアの雨がね、そんな刺さんないのがちょっと辛いっすよね、俺からしたら。ペッカどんぐらい歩けるかな。え？え？本当に？え、本当に？おっと言ってるよ。ちょっと待って。え、待って。しかもこのキツペ、沼ってる。ガチやばい。何これ。マジ。沼してる、沼。沼してる。一旦これで耐える。何も考えてなかった。残り時間とかも。さあ、まあこれは、アイスピで、こっちこっちされるが、これもマジアチャで一回抜けたら勝ちロワイヤル。てか、ヤナミにしようか。ザップのダメージ一応見るわ。77です。はい。マジで何か知らんけど勝ったわ。いや、これがあるとでかい。そのね、たまたまペッカが殴りますよ。たまたまメガハイトが飛びますよ。まあ、これがあったらまあラッキーですね。はい。まあ、でもこうやって勝つしかねえかもしんねえな。さあ、ウォンテッド。欲望にまみれてんのか。さあ、よろしく。アーチャーでね。まあ、マイティはね、メガナイト突破できないんで、まあ、メガ、ペッカザップとかか。おー、えぐ。めっちゃ来るやん。ちょっと待って。さあ、いきなりすごい攻められてびっくりしてるんですけど、まあ、この間のデッキはね、流行りに流行ってる。高回転のね、マイティディガポイなのか、オールブレイカーなのか分かんないですけど、もうこれしかいないんですよね、本当に。環境ももう煮詰まっちゃいましたね。同じです、はい。まあ、前シーズンの続きなんでね、仕方ないことであるが、新たにね、環境メタがちょっと生まれてくれると、即ね、僕も紹介するんですけど、まあ、一旦はマジこのアーチャー環境なんで、まあ、アーチャーに対して強い、ヤナアメと、
まあそこら入れとけなんとかなるかなっていう話ですよ。ペッカー出したいけど、出したいけどちょっと重いんでね、2倍タイムまで自分からそんな動きたくない感もある。いやー、いい位置のディガー、この位置のディガーってなかなか読めないっすよね、内側の。さあアーチャー来るね。まあどうせポイ持ってんでね、高めに。いやー、マジアチュー残ってほしかった。これやばい、キング起動されます、これは間違いなく。なのでさせないようにしてほしくないよっていう。よしよしよし、さあ金撃動されてないだけで全然何でもいいですね、ここは。とりあえずちょっとペッカ展開していきたいな。これで流れを変えよう。でここは許容しよう、左も右もね、2600に揃えてあげよう。でペッカとミニペッカを重ねてもあんま意味がないので、ペッカの逆でいこうね。さあ踏んであげてこれよね。でなんか適当に真ん中やな目ブーストしたいっす。なんかめちゃんこ綺麗に守られてる気がするけど、いやザップいらねえな、ここはまだまだ耐え時。よし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 、だいぶダメージ刺さった。ミリ高め、ペッカメガナイトの受けがね、まあ、相手のまた技術次第みたいなとこもあるけど、いやこれはねこうでいいんだよ。さあどう受ける相手受けがむずいんじゃない。でここちょっとザップって、よし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 、事故るぞ。いやアーチャーがね数発入る、このアーチャーでかいです。このゴブリンも入ると痛いです。痛い、だいぶ痛い、マジで痛すぎる。一発で押さえて、いいね。強すぎる。飛んでる、世界行ってる、こう殴らないけどみたいな。はい、危ない危ない危ない、マジで相手の防衛テクニーもう委ねるしかないみたいなデッキですけどもマジしてることはチンパンでさえ。まあ単体攻撃最強のペッカに範囲優秀なね、まあジャチャとか、まあなんかその辺つけてあげて、でメカナイト範囲最強なので火力ね、単体攻撃優秀なミニクつけてあげて、あの両サイね守れるやつはなかなか少ねえぞというわけで、どうする、ショートペックいくさすがに待つか、コウモリ、あーマジでつらい。あれはもうプレゼント。おー、これもしかしたらメガナイト対決まで見える、メガナイトウォールブレイカーじゃないこの感じ。プリンスコウモリ、いやマジメガナイトウォールブレイカーっすね。さあメガナイト対決とか言いながら全然ペッカ出したんですけど、まあ、ここに対してさあアーチャー静かに受けてきますね。さあメガナイト来る、やっぱそうっすね。まあこれコウモリ来るザップ打ちます。はい、こうすると普通にこの受けが苦しいんじゃない。ウォールブレイカーセパ、うちのメガナイト追ってきすぎ。さあプリンスのコストが間に合わず、いやこれはアーチャーが、いやマジアーチャー強すぎるんだよなこれ、やばくね、今の間になんか500、いやさらにもう一発支給4コスに
相手も今動揺してる。こいつなんかおかしくねって。俺は今ピッカーを対応したよなつって。さあまあケツペイって良さそうだったけどな。アド取ってたな、だいぶ俺の思ってるよりもだいぶアド取ってたわ。さあこれでも2発3発入ってくれる。いやマジでメガネとこう見るとなんかね、本当にペッカとかミニペとかそういう系に弱すぎるっすよ。じゃあやっちゃおうか、両サイドパーティーさ。よいしょ。でもペッカ歩くの遅えな。まあこれで歩くの速くなったらさすがに強すぎるか。まあザップぐらいがちょうどいいんじゃね。まあ俺が無理しなければなんか勝てそうっすね。さあまあペッカ合わせてんで、よいしょ。いやこれもね、相手が苦しい苦しいっすよ。アーチャーに矢波かましていいけどな。マジで無理しない丁寧に左のアーチャーが入ってくれるだけで俺は幸せなんだ。これまた右端前メガネとでもしてくんのか。さっき見たっけ。それは素晴らしいアーチャーだね。アーチャー入りますずっとこのアーチャーの100を繰り返してる気がする。お、いやめっちゃいいマジアチ今日やん。これなんか行ったらさ、相手からしたらめっちゃうざそうじゃね。いやこれ延命すればよかったな明らかになんかパーティー始まりそうじゃねこれ。いやー普通に2点くん殴ってた。いや意外と止まんねえもんなのかな。相手にさ鉄火目がないと使ってくるってことがやっぱそうないからね。そのここまで意外とね陸系というか苦しそうな感じをされると案外止まんないんだなっていうなっちゃう。自分側で やんないから防衛意外とね止まんないんですね。さあちゅうわけでペッカメガナイトがちょっと刺さってる。ちょっと刺さってんのおもろいなマジ。さあ工場来た。まあペッカか人技か、まあ、こういう陸相手にはねペッカメガナイトその陸なんで全然いいっていう、悪くない。まあいつペッカ出すかメガネと出すかみたいなとこっすよね。まあこれマジ暇すぎて。いやーゴースト無能。さあまだ使わない。おさまさかのペッカでしたね。工場もあってましたね。まあマジアチャなのか怪力なのかってとこですけど、まあどっちも嫌ですけど。まあこれ一回置くか。ここまあ延命してもよかったんですけど、なんかここで古城バブとかね来てもらえた方が俺は嬉しいんだけど、今回の相手ペッカ工場なんだけどアーチャーなんですよね。ちょっと珍しい。さあこれはまさかの登場メガナイトちゃーん。これむずいぞ受けが。いやーあのペッカこっち来んなよマジ。よし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 
まあそうだよな、受け苦しくなるよな、まあ、俺も苦しいんだよ。これ柳雨か、お主。そうですね、柳雨ペッカ工場のあちゃ型ね。環境すげえわ環境すげえ、マジ変わりすぎだ。さあ、まあ、あの家庭ぞ、うちのペッカ工場だいぶ家庭ぞ。わあ、あれまあ工場で、え、なんか、え、マジアーチャーで釣れる的な感じ。まあでもこうすると、ザップとでやれるってやつだよね。まあこれはちょっと許容してね、アーチャーまで逆に釣れたって考えたら。いやー、まあ真ん中ペッカ来るっすね。来ない。うー、苦しいなそれ。正直左攻めたいですからね俺は。いや、受け苦しそう、相手も。お互いしんどい。お互いしんどいしんどいしてる。突破しろよもうそれそうだよな、突破しろってなるよな。いや、ペックがいけ、うわーい、気合いで一発ねじ込んでいく。でかすぎーって、かこのデッキ強くない？なんかめっちゃ勝ってるぞ、マジめちゃんこ強いかもしんない。ウェイ、見た目そんななんだけどな実はめちゃめちゃ強いかもしれない。さあ D が来る、アーチャーかゴブリンがニョキニョキってすぐ出てくんかな。さあゴブリン来ましたね、もう環境です。あーりゃまー、これはちょっと予想外です。ディガーでエリジェなんでね、これはトルネード用にアーチャー出してあげて、まあまあまあこれはねさすがにわからん。普通ミチャリ嫌でしばけるんで、ペッカたまたま走んねえかな、バグで。うい、気合が違う。2発で2300持ってけんのやべえな。さあでも相手のデッキは分かりました、マスクのエリジャイです。はい、ギガエリジャイ、ふざけてます。まあでもなんとでもなんだよな今の環境。よいしょというとこで、まあペッカは避けないですね今ので。まあなんですけど、ペッカ以外は避けると。いや、フェニックス起き上がんのやべえなマジこれ。いやー、プリンタワーサボんなお前。さあ、あーまあこれも使ってくれるのありがたくて、まあゴールナイも入れて、
まあ、いつか俺のターンが必ず来ます。いやこれ拾うのやば。めっちゃマジアチャ出してやれ。読まないで。いやー美味しすぎるこれ。やばいぞマジ。お前どんだけヒーロー。やばいな今。まあ、俺の削りはもうマジ打ちしかないんで。マジ打ちしかねえんだよ頼むって。ちなみにねトルネアの雨でね処されちゃうんですよねマジックアーチャーって。そう、それがねちょっと強いんですよねトルネア。さあこっから勝つ方法を募集しないといけない。なんとかゴーレム来たぞゴーレム。これ神相性なんのかゴレだと。まだ今ちょっとねボス嫌でしたね。通んねえダメージが。さあトルネキング起動やだよと。ザッピー、まあザッピーゴレの可能性もあるか。早っ。これはもうケツペだよね。いやマジで嫌い。地味にいるんだよな環境に。ザッピーっていうのがね特殊すぎてやばいマジでどうやこれで。いやマジできつい。テッカ走ってくれ頼む。テッカ終わらせてくれこの試合。山火打ってもよかったかな。まあ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 とりあえずこれ5ですね。エリコンチンパンだ。さあさあさあでかいダメージ入った。あと守るだけだな。で山雨ザップだとマジックアーチャー溶かされちゃうんですけど、山雨ザップしなかったらいいな。え、これ落とさせてくるのでかすぎるぞ。まあ、トリマペッカよな。あれ、矢沢で溶かされたもん。俺、山雨あんのでかっ。ちょっと。いや、マジックアーチャー最強やん。ああ、でも、それうまいな。うまいんかわからんけど。めっちゃや、てか、アーチャーお前。アーチャー天才ですわ。ね、しかもこれ、マジアーチャー振り向くか。あーあーあーあああああ。アーチャーのおかげで救われてる。でも気持ちいい。幸せそうだな、クラロワできて。おれい幸せそうだな。
危ない危ない、こんなことしてると負けます。煽らないと満足感を得れないのか、勝てないから。お前なかわいそうだ。煽りでしか満足感を得れない、なんならそれでも満足感を得れない。グッドゲーム。グッドゲーム。グッドゲーム。クララおもれえな、やっぱ。